こんにちは、エキです。今日はですね、勉強を一生懸命やった感に騙されるなというテーマでお話をしたいと思います。これはどういうことかというと、脳科学者の養老孟司さんがですね、おっしゃってたんですけど、その養老孟司さんが読んだ本ですね、アメリカの農家の方が書いた本で、それを紹介していました。で、その中では、まあ、栽培というと、まあ、たくさんしっかり土を耕して、肥料をまいて、まあ、いろいろしますよね。雑草を抜いて。でもその本の人は、種芋をですね、まあ、土の上に撒くと。で、そこに、あとは枯れ草、藁を敷いて、それで終わりだと。その後何もしない。で、何もしなくて、その時期が来た時に見ると、収穫量は、その隣の畑よりも多いくらいだと。はい。で、それを例に出してましたね。そして、人間の歴史で農耕1万年というが、それは何だったんだとおっしゃってましたね。ただ置いとくだけでできると。医者の世界も同じだとおっしゃってました。医者も、例えば病気が見つかった時に、それを一生懸命何とかしようとすると。だから逆に悪化したり、他の体の部位に悪い影響が出たりすると。実際はほっとけば治るものもたくさんあると。で、そこで結論付けられてたのは、人間はその自分が一生懸命やった、頑張ったという証が欲しいと。農作物にしても、その収穫した時に自分が頑張ったという満足感があるから嬉しいと。だから、いろんなことをやると、やろうとすると。いろんなことをやってる自分に酔ってると。それもですね、その中国語の勉強で当てはまるんじゃないかなと思いました。まあ僕自身ですね、今まで、まあ、7カ国、8カ国を勉強してきたんですけど、まあこちらのビデオでも紹介していますが、そのうち、半分以上ですね、5カ国以上はですね、使い物にならなかったんですね。で、何が違ったかというと、その5カ国語は一生懸命よくある勉強法ですね、単語帳を読んで、参考書を何度も何度もする、何種も何種もすると、問題集をやると、そういった勉強方法で一生懸命勉強したんですね。その勉強した感は大いにありましたね。しかしですね、今はほぼすっかり忘れてしまって覚えていないと。しかし、その中で、例えば、ただ、文章をですね、聞いてそれを真似するだけ。はい。そして興味があったら、まぁ、ちょっとなんか読んでみると。その言葉で書かれた文章ですね。それをやった、それだけしかやらなかった。で、参考書も単語帳も使わない。買ったんですね。それで勉強したらですね、中国語は僕は通訳になりましたね。なので、見た感じはですね、その勉強っぽいことはしていないのに、まあ、一番効果があったわけですね。まあ、同じようにですね、まあ、よく、まあ、中国語の勉強を始めようと思う人は、最初は参考書、いい参考書をネットで探して、その後いい単語帳を探して、それを買って、まあ、単語帳から開くと。そういった勉強を始めますよね。学校の英語がそうでしたからね。そうやって勉強するわけですが、まあ、ここでですね、立ち止まってよく考えた方がいいかもしれません。本当に効果があるんでしょうかと。勉強した気にはなりますよね。それを一生懸命書いて覚える人もいますが、はい、でもそれが意味があるのかとよく考えた方がいいですね。あと周りの例を見た方がいいです。それで勉強した人でできた人いるのかと。まあ、短期間でですね、それで例えば2年も3年もやってですね、できるようになったというんだ。自覚かかりすぎですよね。それじゃもう良くないですが、短期間でできるようになったかという例をですね、まず探した方がいいですね。本当にそうなるのか。僕自身はですね、その参考書とか単語帳を使わなかったのは、ただ、まあなかったからだけなんですけど、その一生懸命勉強しようと思ってなかったんですね。なので、その参考書も単語帳も用意せずやってたんですけど、まあただ真似してですね、その中国の音が面白いなっていうんで、はい、真似してたらですね、だんだんできるようになったんですね。それで3ヶ月くらいやったら賞も取りましたからね、スピーチコンテストと作文大会で。びっくりしましたね。なのでその勉強ですね、今自分がやってる勉強が本当に正しいのかどうかというのはですね、よく考えた方がいいと思います。あまりその頑張った感にだけ酔ってはいけません。効果があるものだけを選択してですね、それをやった方がですね、はるかにいいわけですよね。皆さんもですね、その勉強するときに間違った方向だけはいかないように、もう時間が無駄になりますし、やる気もどんどんそがれてきます。効果が出ないと、結果が出ないとやる気もそがれますからね、そこは注意です。はい。例えば中国語の勉強ではですね、そのメルマガでもいろいろ紹介していますので、ぜひ登録してください。無料です。で、他にブログとかですね、 YouTube でも中国語の勉強法や中国語の文法を発信しています。ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。